どうもこんにちは、いきちげです。今日もペナルトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 V10 目指してやっていきましょうでございます。よろしくお願いします。人強いね。 V 今2かな。おお、小時も強い。いいじゃん。なんか今回ピッチャー高速じゃん。ピッチャー大法則だね。よろしくお願いします。はい、 V10 目指して頑張ります。お願いします。はい、あー、止められればマジ強いね。皆様止められれば見てますか？ WBC私も見てますね。準決勝か。まあね、よかったね。イタリア対応強かったね。大谷さんのあのセーフティーバンドが一番激アツだったと思ってます。はい。指しけでございます。ダルさんが2回投げたのも激アツだった。ヌートバーさんがダルさんのホームラン打った時の、あれホームランじゃねえだろーつってんのもね、すごかった。お得が溢れてた。ヌーだったね。マジでもうヌートバーさんが日本で見れないと思うとなかなか悲しいですが、ちょっと来年はカジナルスの成績も多いかなと思ってます。お願いします。息強いね。あ、キヌガサさんいるじゃん。キヌガサさんいても、キヌガサさんじゃない気がするんだよな、今回は。あのピッチャー陣じゃねえか、やっぱ、行くなら。ピッチャーの方が欲しい気がするな、今回。野手割とは当たってる気がするんだよね、俺、今。だと、やっぱ、そうだね。行きますか、ピッチャー。こんだけ今回豊作だったら、もう、ピッチャーでしょ。俺、下行きます。下。下、やっぱ、やるよね。左。お願い、左。外したかー。あ、単独いっちゃった。キヌガサさん単独でした。キヌガサさん単独でした。そういう時もあるね。はい、いやー、まあ逃した魚はでかかったですが OK でしょう。まあセヌマいいでしょう。やっぱ大学生21歳早生まれか。いいね、セヌマ。3位で、まあ、池あたり取るのありだよな。当たりっぽいよな、池。3位、池取ろう。キャッチャー、まあ、ここまで理想的なドロップできてる。ピッチャー、良い。コントロールいい人、余ってないよね。さすがに、余ってないよね。余ってないですよね。さすがにね。そうですよね。そりゃそうですよね。ここまで残ってる人、それいねえよ。それいねえよな。そりゃそうじゃ。そりゃそうじゃ。柴崎強そうだけどね。まあ野手だな。23歳じゃなくてこれが18歳なら逆に取るんだけどね。難しいところでございますね。プルヒ覚醒してほしいよね。とりあえずここは本当に覚醒に期待枠だからね。いねえなあ、良さそうなの。なんか安定してる選手が欲しいな。見てみようか、ミートから。まあまあ、濃いぞね。取ってみるか。で、パワー。まあ、若い選手。取るなら若めの選手。取るなら若めの選手。パワーとかちょっとやめとこう、今回は。守備。まあ、立ったらこれじゃね？青木じゃね？オッケー、5位まで取って終わりにします。理想的なドラフトできてんじゃない今回は。だいたい5位まで育成取るって決めてんじゃん俺の中で。あ、そう、勝手に決めてんだけどさ。キヌガサ、しっかりとドラ1で、強豪逃して、キヌガサさん取るまでは結構いい流れしてたと思いますよ。はい。見てみましょう。ドラ1、キヌガサさん。キヌガサさんどこ行った？いた。キヌガサさんでーす。はい。へぇ、期待の姿勢なんだ。へぇ、あざす。いいね、強い。さすがよ。はい、2位、セヌマ。セヌマ、伸び確定じゃん。伸び確定だったんだ。へぇ、強い。セヌマも当たりだね。はい、池。肩がやっぱ強そうです。キャッチャー C、本当に C だといいけどね。はい、こいそ。流し打ちは確定。覚醒してくれれば本当にでかい。覚醒しなきゃクビ。あ、OK。片道持ちだね。これも覚醒してくれればでかいな。お、シュートさん、上林さん、マテンさんは引き止め成功しております。あらす。マタヤさんはね、誰も獲得したいって人がいなかった。バイアスさんは6000万だったんで、ちょっと引き上げただけ。で、シュートさんは結構高収率多かったんで、割と詰めました。4億割としました。偉いです。はい。まあ、そりゃそうよ。サムライフェラーリだからね。今まで WBC でさ、シュートさんが出そうな試合がないっていう、割と狂気だよね。欲しいかな宮城さん。宮崎さん。コーチで欲しい。コーチで欲しい。流し打ちを覚えさせてくれて結構熱い。まあこんなもんかな。コーチ枠はこんなもんじゃね。峰井さん取っとくべきか。ホークスで
こう取っとくべきか。1年だけでも取っとくべきか。取っとくべきだ。取っとこう。ホークスに準じよう。そして石橋バレル、バレル、矢蓋さん、福さん、谷川さん、ブライス、ブライスいいね。ブライス、ブライスですよね。それじゃもうちょい安ければブライスですよね。柿沼さんね、まあ3番手として本当に優秀なんだよね。取っとこう。よし、ポンセ、ポンス、ポンス。ごめんなさい、ミネイさんは来年、ごめんなさい、クビにさせていただくところでございますが、許してください。和田レインさん、北村さん普通に強いね。1年目とかで全然出てきてたら、普通に取るね。ね。今年、確か、交流戦優勝してたから、交流戦優勝のところで、忘れるの結構でかい気がする。ミートあげるね。もう問題のミートよ。平沼、小ぶり。小ぶり、なんか小ぶりだね。ボードマン。スワートさんは、残すよ、これ。並木。この成績でもね、さすがに行かせないよね。ロマンだもん。ロマンが溢れてる。ロマンがだって息をしながら見てんだよ。これは残すよ。ちなみに今回外国人制限ないんで、外国人全員取ってきても全然大丈夫です。はい。皆様、どのチーム補強を考えてください。もう好きに外国人選手使ってください。はい。もう、お好きにどうぞ。もう、なんなら別にメジャーリーガー続いても構いません。パブチ強いな。いやー、微妙か。小林良さそうだけどな。これ、ただ小林って言ってるけど、もうこれ、普通に小林さんかな。ちょっとこう。まあ、こんなもんかな。ダメだったら、ちょっと残念でした。それだけでした。ホークスからは誰も出ておりません。残念。残念。無礼。また、無礼。はい、まあ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 、4人取れたの大きいでしょう。4人プラ1人。4人プラ1人。4人プラ1人。アメプラみたいな感じ。はい、海外留学行かせましょう。海外留学。どこに行かせようか。メキシコがやっぱ。メキシコです。メキシコ。俺、中山さん行かせたいんだよね。中山さん行かせよう。中山さんと、長くレギュラー張れそうな人。やっぱピッチャーも行かせたいよね。雨宮もいいな。雨宮行かせちゃう。雨宮行かせる。雨宮行かせる。雨宮行かせようか。雨宮と中山さん。レッツラゴー覚醒。ないのないのないの。はい。参照しました。あと一緒です。ショートだけ、イサミちゃんに行かようかな。これ行きましょう。勝ってこい。オッケー、勝った。オッケー。4連覇 ?3 連覇あらす。無事に勝てましたね。いや、嬉しいね。やっぱり日本一ってものは何回やっても嬉しいですよ。はい。で、孫勝ち覚えてた。はい。孫勝ちじゃない、大勝ち覚えてた。もう、まだとは。孫さんと大勝ち覚えてました。はい。リッキー抜けんなよ。スワートさんか。スワートさん、どんだけ抜けんねん。はい。こんな感じでございまして、見ていきましょうか。これです。はい。一つ席、成績。3-07、14勝8敗。14勝しても8敗してんのか。そういうことは、なんか昔の千賀さんみたいだね。はい。松尾さん。まあ、いいんじゃない？ 12 勝5敗なら。12勝5敗なら全然妥協点。さて、5人。で、木村さん。2.82、5勝2敗。なんでだ？なんで逆に、このレベルなんだ？もうちょっと投げて、あんまり投げてなかったな。かずみさん。2.03、13勝5敗。いいね。田中さん。2.80、13勝5敗。神。4.06、12勝8敗。ってことはさ、10勝いってない人、もしかして木村さんだけ？なんでだろうね。逆に木村さん、中継ぎの方がいいのかな。まあいいや。もう一年だけやってみましょうか。この先発のままで。で、中継ぎが、雨宮が 3.38。つもりさん 1.83。神谷。はい、田村さん 4.63。ちょっとあれだね。カイロさん 4.40。藤井さん 7.78。藤井、吉田、こちらの吉田さん 4.70。ひともにも 1.79。神。はい、気をせて。めそうだ。ヒロさん、2割並ぶ4人8本、52盗塁、いいね。はい、ミオレさん、2割8分7人、13本、33盗塁、いいね。あと、近藤さん、3割1人6本、素晴らしい。クララさん、2割8分8人、24本、111打点、こじ切ってるね。はい、まさきさん、2割6分5人、19本、もうちょいと惜しかったなぁ。ギータさん、2割6分2人、16本、まあまあまあ、だいぶ落ちては来てるけど、ここにいていいでしょう。はい、キルガスさん、2割6分7人、8本。アイベ、2割6分8厘。なんか能力上げれたんで使っていました。はい。おー、ディック2割5分9厘。29本。いいじゃん。99打点。完走してんね。
いや、9番ってこれ、えぐいな。ダジュアあげよ。はい、てな感じでございまして、あとは新入成績ね、今年の入団した選手ね、誰がクビになるか見ていきましょう。はい、木村さん。まあ、木村さん言わずもながらだよね。来年留学行かしたいかなって感じです。はい、セヌマ。セヌマどうだった？セヌマいいじゃん、セヌマ強っ。セヌマ強っ。救援向きなんだ。強いね。セヌマめっちゃ。セヌマめっちゃ強だわ。はい、行け。イケどうだったんだろう。キャッチャー C かな。 C いいじゃん。マイヒョバより強くね。マイヒョバより強くね。早球 F だけど、早球は F だけどキャッチャー C 強くね。これはありだぞ。次の正捕手だろこれは。はい、次こいそこいそ、うん、首かな、首かな。青木、青木、あー、まあまあまあ、青木もそんなかな。これぐらいだったら他にもいそうな気がする。これぐらいなのね。いや、ちょっと圧勝でございましたね。圧勝でございますよ。どうも嬉しいね。いや、3連覇かな、4連覇かな、なんかさせていただいております。いい感じでございます。全然進まない。全然早く進んでくれ。年賀表彰式見たいんだ俺は。年賀表彰式です。はい、ディックがベストナイン、三森さんベストナイン、クリリン、コントさん、シュードさんで、ディック、三森がゴールでくれます。はい、栗原さんが打点王ですね。はい。お、いいじゃん。田辺さんが、投手の選手ってる。あざ、嬉しいな、なんか。若松さんいたんだ、今回。若松さんいたら、そりゃ、指示を取られるな。シードいいぞ。ペナントレース優勝しっかりと続けてるのは偉いね。誰が FA しますか ?FA 誰がしますか、ポスティングする FA、セガさん、セガさん。はい、そんな感じで、また皆様、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ちょこちょこと自由経験にさせていただいております。またね、バイバイ。